皆さんこんにちは。社会保険労務士の栗原美幸です。本セミナーでは女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定について、厚生労働省から出ております中小企業のための女性活躍行動計画策定プログラムの手順に沿って実際に行動計画を作成する上でのポイントをお伝えします。今回は行動計画策定の後編として行動計画の策定部分について説明していきます。策定プログラムの全体プロセスです。策定プログラムではステップ1からステップ8まで全部で8つのプロセスからなり、行動計画策定セミナーの前半でステップ1からステップ3までを解説しました。今回はステップ4からステップ8について解説していきます。行動計画の策定を進める前に、株式会社山田商会の企業概要及び前半の振り返りを行います。まず企業概要です。会社名は株式会社山田商会。業種は卸売業。常時雇用従業員数は13人。その内訳は正社員10名、パート社員3名。男女比率は男性8名、女性5名。女性5名の雇用形態別の内訳は正社員が2名、パート社員が3名でした。次に女性活躍の状況です。直近年度の採用実績は女性のパート社員1名。平均勤続年数は男性正社員が10年、女性正社員が6年、そして女性パート社員の平均勤続年数は3年。管理職は2名、2名とも男性社員。長時間労働の状況は月平均30時間程度でした。前半ではステップ1からステップ3の流れに沿って企業概要から始まり、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均勤続年数の差、各月ごとの平均残業時間、女性管理職の割合等を入力しました。その結果、株式会社山田商会は、採用した労働者に占める女性労働者の割合は、基準値の 20% 以上をクリアしたため、丸。男女の平均勤続年数の際は、基準値である 70% をクリアすることができず、×。管理職に占める女性労働者の割合は、基準値である 20% をクリアすることができず、×となりました。タイプ分類とは、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均勤続年数の際、女性管理職の割合の3項目について、目安の値と自社の値を比較し、自社の女性活躍状況と課題についてタイプ別に分類したもので、全部で6種類に分類されます。基礎項目の一つである、各月ごとの平均残業時間については、タイプ分類では使用しませんでしたが、タイプ分類とは別に、長時間労働に課題があるかないかについての判断で使用します。タイプ分類は、タイプ1からタイプ6までの6種類に分けられます。皆さんの事業所は、どのタイプに分類されましたか？これまでの皆さんの認識と、分類結果に相違はないか、改めて確認されてみると、これからの行動計画の策定により効果的ではないかと思います。この動画では、山田商会のタイプ2に沿って説明します。動画の考え方をもとに、自社の状況に合わせ、作業を進めていただけたらと思います。ここからは、株式会社山田商会が分析結果に基づき、どのように行動計画を策定していくのか、この目標設定の立て方のプロセスについて説明します。基礎項目の分析結果により、株式会社山田商会は、タイプ2、女性の採用はできているが、
就業継続が困難で、管理職が少ない企業であることが確認されました。ここからステップ4の説明です。ステップ4では、タイプ2で想定されるケースをもとに、行動計画の目標や取り組み内容を決定します。タイプ2、女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業では、課題として大きく2つの視点。具体的には、1、子育てと仕事を両立しながら、就業継続することが困難であるケース。2、一部の雇用管理区分で就業継続可能だが、役割が限定されているケース。この2つのケースに集約されます。行動計画策定プログラムでは、2つのケースから、自社の問題状況に近いと考えられるケースを選択します。株式会社山田商会の場合、ケース1の子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難であるケースにチェックマークをつけ、次なる選択項目に進みます。次は選択項目のチェックです。選択項目とは、基礎項目の把握だけでは、行動計画が策定できない場合や、より深く課題分析を行いたい場合に活用するものです。行動計画策定プログラムの画面に表示された選択項目は、子育てと仕事を両立しながら、就業継続することが困難な場合において考えられる課題選択肢が画面上では4つですが、Excel の策定プログラムではいくつか列挙されます。この中から自社の課題に該当すると思われる項目にチェックします。山田商会のケースでは、職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度が十分でないの項目にチェックし、進むボタンをクリックします。ステップ5、目標の選択です。ステップ5では、課題に応じた取り組み目標例の中から、設定したい目標を選び、項目を入力します。株式会社山田商会では、育児短時間勤務制度の利用実績を男女ともに 50% 以上にすると設定しました。目標を立てる際の注意点として、常時雇用する労働者数300人以下の事業主が複数の目標を掲げる場合は、目標のうち1つ以上は数値の目標を定める必要があります。数値目標は実数、割合、倍数など、数値を用いるものであれば、いずれでも良いですが、計画期間内の達成を目指すものとして、各事業所の実情に見合った水準で設定しましょう。ステップ6は、取り組み内容の選択についてです。ステップ6では、取り組み目標に応じた取り組み内容例から、取り組み内容を選びます。山田商会では、育児短時間勤務制度の利用実績を男女ともに 50% 以上とすると目標設定したことで、それに対応する取り組み内容の選択肢が Excel の策定プログラムでは10個程度列挙されます。山田商会では、選択肢の中から自社の取り組み内容として管理職に対するワークライフバランスやダイバーシティマネジメントに関する意識啓発を行うにチェックを入れます。ステップ7、計画期間の設定です。ステップ7では、取り組みを行う期間を入力します。女性活躍推進法においては、計画期間は2年から5年で区切り、定期的に進捗を確認しながら改定を行うことが推奨されています。この計画期間は必ずしも何年でなければならないという決まりはありません。事業所で設定した取り組み目標が達成できる期間を計画しましょう。山田商会では目標である育児短時間勤務制度の
利用実績を男女ともに 50% 以上にすることを実現するにあたり、行動計画期間を令和3年11月1日から令和6年10月31日までの3年間で設定することにしました。行動計画期間の欄に当該期間を入力します。ステップ8、計画の詳細設定です。ステップ8では、ステップ6で選んだ取り組み内容について、具体的な取り組みの詳細と実施予定時期を定めて入力します。ステップ8については、いくつかの選択肢から選択するのではなく、各事業所が自社の状況に応じて、取り組み内容ごとの実施時期と具体的な実施内容を入力します。はい、山田商会では、管理職に対するワークライフバランスやダイバーシティマネジメントに関する意識啓発を行うことを取り組み内容に定めたので、意識啓発に対する取り組みとして、第一段階は令和3年11月より、現在営業職として働いている女性社員2名へのヒアリング。第2段階として、令和4年2月より、現場の所属長にヒアリング結果と、女性を配置する上での課題について周知するとともに、ワークライフバランス研修を実施する。第3段階として、令和5年2月より、パート社員においても両立支援推進の取り組みを行うという具体的な行動計画に落とし込むことにしました。最終確認です。行動計画が女性活躍推進法に基づき作成されたか、今一度確認しましょう。計画期間については、2年から5年の範囲で入力していますか？目標を定め、そのうち1つ以上は、数値目標となっていますか？目標達成のための取り組み内容と取り組みの実施時期が設定されていますか？すべての条件をクリアできたら行動計画は完成となります。補足ですが、取り組み内容の実施時期は各事業所で決定することになります。計画期間内であれば各事業所の状況により取り組み内容の時期、内容を自由に決めることができます。また、計画期間や公表、届出日の日付の兼ね合いについても、法律の定めは特にありません。行動計画策定プログラムで作成した行動計画は、Excel ファイルとして出力でき、出力後に加工することができます。試しに、行動計画出力のボタンをクリックしてみましょう。株式会社山田商会の行動計画が A4 版で出力されました。この行動計画は作って終わりではなく、最終的に社内に掲示、従業員に配布等、社内周知を行うほか、自社のホームページへの掲載、もしくは厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースへ掲載するなど、社外に公表する必要があります。次に、一般事業主行動計画策定変更届出書出力のボタンをクリックしてみましょう。株式会社山田商会の一般事業主行動計画策定変更届出書が出力されました。一般事業主行動計画策定変更届出書は、作成した行動計画と一緒に、郵送または持参等により、神奈川労働局雇用環境均等部に届け出る必要があります。行動計画策定後のポイントをまとめると、1、行動計画を社内に周知するということ。2、行動計画を外部に公表するということ。3、都道府県労働局に届け出ることになります。この3点をしっかり押さえておいてください。参考までに、行動計画の外部公表手段の一つである、
厚生労働省、女性の活躍推進企業データベースの URL、QR コードをご紹介しておきます。ご活用ください。また、行動計画の届け出先は、神奈川労働局雇用環境均等部指導課です。女性活躍を進めるためには、表面的な制度などを整えるだけではなく、現在の課題を認識しておくことが必要です。また、女性だけではなく、男性を含むすべての人にとって、働きやすい環境づくりが求められています。行動計画を通じ、仕事が楽しくなる、働きやすい職場環境を作ってまいりましょう。